超美味しい、超可愛い、超やばい。実はこの超という言葉、仏教用語でもあるんです。超という言葉には完全な悟りという意味があります。 BTS のダイナマイト超いいよねと言ってる時は、 BTS のダイナマイト完全に悟っちゃうくらいいいよねと言っていることになります。確かに歌もダンスも超かっこいいです。今後も皆さんが日常的に使っている仏教用語を紹介していきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。コバケンでした。